今日の新宿店終わって今から 6000m もう一回行きます。多分三浦ドルフィンさん聞いてる気がするんですよね。富士山行って分かったんですけど、だからあと10回は入ろうと思います。またあれですね、6000入ってきます。うお、やっぱり来るなこれ。くそ。でも動かないと頂上行けないから、6000だと。6000で動く時間が10時間。10時間こんなことやってないといけない。マジ辛いこれ。やばい。やばいなこれ。6000m。いけるのか。いってます。今皆さん外に人がいます。やべえ。頭痛い。やべ。くそ。動けねえ。これじゃ頂上行けない。前に進まないと頂上行けないから。やばい。やばい。40になって動けない。ちょっとしっかり時計しましょうか。そうですね、40だ。37ですよ。そうか。やば、これほんと超二日酔い。今後のみたいだ。もうこの場で寝たい。そんな感じ。やばい、はい、できるな。45。本格は折れに行っている。
やべえこれ。ああ、動けん。これ、6000メートル以上じゃ登れない。なりましたかね。なりましたか。はい、行きます。伊勢丹メンズ。やばいよ、6000メートル入ったら全然いけない。6000メートルでの滞在時間は10時間。今日は1時間半いたけど、動いた時間はわずか多分延べ15分。それ以外は全然動けませんでしたね。このぐらいのスピードで動いていかないと登頂できない。さらに言うと6000×7000 か、7000メートルまで行けなかったら、今回のアコンカウが行けなかったらエベレストはまず行けない。この山行けない人はエベレストに登る資格がないんで、本当に重要な山なんですよね、アコンカグは。なんとかしたいね。あ、そうそう、これノローナって言うんですよね。かっこいいですね、バイクの色がめっちゃ派手だからね、かっこいいと思います。はい、これからノローナ来ます。多分ヨーロッパ系ですね。今回はマジで決めたいな。7000メートルいけるのかな。7000メートルいけなかったら8900、もうエベレスト8800だっけ、9000ぐらいはいけないからな。